とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンも釣竿でタワーを攻略していきましょう。今回早いんだよね。3回の報酬に釣竿があります。まあ、バーストクロスボウは取れなくなるんだけども、釣竿があれば、いいでしょう。多分ボスもね、余裕になると思います。まあ、とりあえず、これを取って、ボス戦を見せていきますね。いきましょう。10階のボス、到着しました。武器を初期のまんまで、防具を上げてみました。火ダメがやっぱり多くなるかなと思って、武器をね、ちょっと上げずに来たんですよ。どうだろうね。多分パワーシェイカー使っていけばいけるとは思うんだよね。はいはいはい、いけた。あ、でも問題はエンダーマンか。そうだよね、こいつがきついよな。あ、いや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 、全然余裕だわ余裕余裕、全然余裕で勝てる。あ、リーチ長いね。エンダーマンが攻撃するより前にこっちの攻撃が当たるからダメージ食らわないわ。おん、あ、余裕じゃん、余裕余裕。武器初期で防具上げていいですね。で、ボス戦の後に、サイスが来るんだよね。ボスの前に来てくれ。19回のボスですね。装備ですけどもこんな感じです。魂の採数を、黄金にしました。チェーンがついたね。ちょっとやりにくいかもしんない。で、スケールメールに、魂のクロスボウの流れ込む魂をつけてます。耐久力が抜群ですね。で、アップドラフトの章に、釣り竿ドラ。こんな感じです。まあ、ドラ使って、一気に倒しきれるよね。いや、余裕でしょ。なんじゃこりゃ。余裕すぎ。で、こいつも、いやー余裕、途中のねちょっと難しいステージとかも釣り竿あればもうほんと楽勝だったね。それでは27階ですね。装備ですけどもこんな感じで来てます。カトラスですね。虚無爆発衝撃波すべて3です。で、ハイランドアーマーにクールダウン3で、魂のクロスボウの、流れ込む魂ですね。弓では戦わずに、近接で戦うんで、もう流れ込む魂の回復用として考えてます。うん。で、やっぱりこの衝撃波のビームが出るんで、いいよね。うん、すごくいい。戦いやすい。んで、あれだな。おい、倒したか。ちょっとレイスが。めんどくさいかと思いきや、もういつの間にか倒してましたね。はい、オッケー。楽勝です。はい。では、ボス、行きましょうか。ボスはね、連打しても、ブレーキかかるので、虚無さんを当てて、倍率出して、アップドラフト。まあ、いつもの感じで行きましょう。で、ミニゴーレムは、これで倒しやすいでしょう。あ、速攻速攻。速攻よ。OK。一回叩いてみる？どれぐらい減るか。まあ、そんな減らないんだけどね、多分。4分の1減ったところでブレーキがかかる感じでしょう。OK。やっぱりね、流れ込む魂で、むちゃくちゃ回復するんで安定するね。じゃあ、まあ、減るんだけども魂で回復する。よし、 OK。 どれぐらい減らせるかな。あー、やっぱこんなもんこんなもんこんなもん。うん、なのでやっぱり虚無に当てて、よし、倍率出して倒していった方が間違いないね。うん、あれで半分以上減らせるんで、多分今回のこいつはその倒し方が正解でしょう。うんうん、あれが間違いないよ。 OK。 難
か。いや、簡単ね。これではいける。よし、行くぞ。こんぐらいか。おっしゃ、オッケー。いいね。これぐらい、半分ぐらいガツンと減ると、気持ちがいい。で、あと、一旦でおしまいですね。多分連打して勝てるんじゃない？これぐらいの HP だったら。うん、連打で多分、倒せるとは思います。よっしゃ。次。これおしまい。もう問題はね、いいものが出てきてくれるかどうか。いくぞ！よーし。はいはいはい。あ、今回ね、釣り竿を持っていくと、早い。うん。多分、25分以内では、いけると思います。釣り竿は今回、だいぶいいですね。では、見てみましょうか。なんだなんだ。なんかのミッション達成したぞ。お、クモの巣。いいんじゃない？あ、でもクモの巣、まあそうか。連鎖反応3は持ってるんだよね。違う感じのも見たい。あー、でも1か。おー、珍しい。アイテムボーナス3、珍しい。どう？あ、連鎖反応すでについてるな。つきやすいやつ。重力か、リフレッシュぐらいじゃないの？あー、重力に。いや、でもまあ、これだったらちょっとありかな。敵を結構貼り付けにするよね。うん。もともと3本ずつ出るんで、バーストボーストリングで9本出す。で、そこを全部、重力するから、使いやすいかもしれないですね。これちょっと持っときましょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。